空調のない地獄の体育館。これ考えただけでも身の毛もよだちますよ。重要なことは一刻も早く全ての小中学校の体育館に空調を整備するということ。名古屋市の現在の計画では、中学校と特別支援学校の体育館については来年度の令和5年度中までにエアコンを整備するとしています。しかし小学校の体育館については計画が決まっていませんでした。このため小学校体育館にも導入を急ぐよう議員が指摘したのです。教育長は、来年度令和5年度から小学校の整備に着手できるよう関係局と調整を進めてまいりたいと思います。市の教育委員会は、中学校と特別支援学校の体育館へのエアコン整備については今年度までに予算28億円を計上しています。